ちは、わたるぐさです。今日はリップフラワーでデッセンですね。クレマチスとちょっと似てるんですけれども、枚数が違うと。で、5センチのゲージパイプですね、28番のそれぞれグリーンとホワイトを用意していただいて、まずねホワイトの方でかなり短めにね、足のところをしていただいて、1つ輪っかを作ります。そして先端尖らせて少しですけど指を使ってね、こんな感じにちょっとフリルを入れると、自然っぽいかなと。でこれはですね、花に見える部分ですね、花びらに見えるんですが、これガクなんですね。でこんな感じでダブルブリッジですね、上で1回くるっと回してから根元に戻すという、これを6枚作ってください。1つのお花につき額6枚っていうのがねデッセンかなと思うので、で葉っぱも同じサイズの、ゲージパイプ使っていくんですが、フリルを手で入れてから、こんな感じでハート型にね、根元のところ少し、しておきます。そして片方をねブリッジし、こちらは普通にねシングルのブリッジでいいんで、先端で折り曲げてくるっと引っ掛けて戻すと。そして余分なワイヤーはカットしてしまいます。で次ですね、同じ28番ホワイトのワイヤーを、3本取り出していただいて半分にカットします。そしてこの3本をですねねじります。3本をねじるのがちょっとね難しいんですね。2本2本とかだったら直角にしていただいてねねじればいいんですが、3本ってちょっとね。そしてこれでつぼみを作っていくんですが、先ほどのねじりがねちょっと甘いと取れてなんかぐちゃぐちゃになってくるので、よくねねじってから、こんな感じで、あとは指を使ってつぼみの形にね細く、あとワイヤーとワイヤーの間をね均等にできるようにこう調節していただいて、そして最後はねフラワーテープでね留めてしまいましょう。大きさをねあまり大きくしすぎないように、これくらいですかね。はい、でバイオレットで今回はリップしていきますが、まあねデッセン、白いデッセンとかもあるんでこの辺はお好みで、はい、で根元までつけて、ちょっとね持ち手短いので、難しいですが、なんとかねリップしていただいて、メラミンスポンジにね立てて乾燥させます。つぼみの方はねこんな感じでかぶせ漬けと言われるやつですね。はい、ちょっと一周でねじゃ色薄かったらね2回つけたりしていただいても大丈夫です。で葉っぱは今回グリーンでねリップしていきますが、ライトグリーンでもねリーフグリーンでも大丈夫です。はい、濃い色はね比較的どの色とでもね、ちょっとまあいいかなと思うんですが、あんまり薄い色にね濃い葉っぱっていうのもね、でなんで今回は花というか額がねバイオレットなので、これくらいね濃い葉っぱでもいいかなと思ってます。で乾いたらストレンスナーをつけて、また自然乾燥ですね、半日ぐらい置いておいてください。はい、では組み立てですね。ホワイト28番のワイヤー、まあね、グリーンでも大丈夫ですけれども、ペップです。まあできるだけ小さめのペップがいいかなと思います。今回はね、おしべめしべの部分ペップでね作ってしまいます。だいたい15本から20本ぐらいですかね、持っていただいて、でこれを半分にするので、まあ数としてはね倍になるんで。まあ、1つにつき30本ぐらいのこの上に向いてるって感じですね、ペップが。はい、で、真ん中部分折った部分にねワイヤー通しておいて、あとは根元のところね何周かぐるぐるとして固定してからねじって留めます。で長さ少し長めにね、これが、ちょっと軸となってくるので少し斜めにしていただいて、でちょっと根元の部分ね、補強のためにグリーンのねフラワーテープで巻いておきます。あまりね上まで巻いてしまうと見えてしまうので、これくらいでいいかなと。そして、額ですね、花びらに見えますが額です。それを6枚、周りにつけていくっていう感じですね。ここはちょっとバランス見てますが、フラワーテープで留めるときにどうしてもね動いてしまったりするので、まあ大体でいいです。そして外側にね開き
気味にしていただいて、まあ、心配でしたらこのようにね、下のとこちょっとねじってワイヤー同士をね絡めてあげると多少はね動きづらくなりますが、まあね巻いた後に、フラワーテープでしたらね、微調整が効くので、こっから、あまりベタベタ触ると指紋がつくので指紋を残さないように、気をつけつつ整えます。26番グリーンワイヤーを今回は茎として使っていきます。そんなにね太くなくてもいいんですが、ただお花が重いので多少もしね花瓶に生けるとかいうつもりだったらもうちょっと太めのねワイヤーで茎を作っておいた方がぐらつきはないかなと。今回は最終的には私は、何かねリースかネットかにくっつけてしまおうと思ってるんで、ちょっと細めのワイヤーでね茎を作りましたが、まあ、そんな感じ で葉っぱは1枚を先頭にして下2枚をねねじって、ちょっと下につけるっていう感じですね。2枚をねこんな感じでねじってしまうとなかなかね、動きがそんなにグラグラ動かなくなってテープで巻きやすいです。はい、葉っぱをつけたらその下にお花ですね、茎のところにつけていきます。はい、で残った2枚の葉っぱは、どうしましょうね、ちょっと巻いて少し茎から離しつつ、まあ、つけていくかなと、まあ、この辺はバランス見てね、いろいろチャレンジしてみてください。はい、でこの時にねつぼみをつけ忘れたということで、つぼみの方もね同じようにフラワーテープで、巻いていただいて、まあ、さっきね作る時にそもそも巻いてるんで、まあ、その巻けてない部分ですね、ワイヤー見えちゃってる部分を巻いてあげて、こんな感じでね、茎と一緒に巻いていきましょう。お花の数とかね葉っぱの数はまあ調節していってください。はい、こんな感じでテッセン完成いたしました。ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。